こんにちは。2009年6月13日、忘れることができない悲劇が起きてしまったプロレスリングノア。ノアの創立者というだけでなく、スーパースター、三沢光晴の代わりがいなかったことが、ノアの苦悩を深刻にさせました。旗揚げの時からノアを支えてきた丸藤直道に話を聞くと、2009年6月以降のノアは想像以上の暗黒時代だったようです。丸藤直道をはじめ田上明、武藤圭司などのコメントをもとに2009年6月以降のノアの戦いを振り返ります。ノアの箱舟が沈没の危機。2009年6月13日、プロレスリングノアの創立者である三沢光晴が試合中の事故で帰らぬ人となりました。三沢光晴の最後については今までも多くの人が語ってきたことなので詳しくは振り返りません。2000年6月に旗揚げした時のノアはまさに希望の船出に見えましたが、大盛況は長くは続きませんでした。三沢社長が亡くなる前も経営は苦しい状況でしたが、三沢の死は団体にとってとどめを刺すような大打撃でした。嵐のような三沢コール、劇的なスパルタン X のメロディー、そして大歓声。三沢光晴ほどのスーパースターはノアの中にいなかったのです。三沢社長時代も選手から不平不満はありましたが、三沢の求心力でノアの団結が崩れることはありませんでした。しかし三沢亡き後、気づかされます。これほど多くのレスラーに尊敬されているレスラーはノアだけでなく他団体を見てもいないでしょう。三沢の代わりは誰一人いなかったのです。もしも小橋健太と秋山純が思う存分力を発揮できる状態ならば、船が沈むことはなかったでしょう。不運というものは重なるものなのでしょうか。秋山純はまさに2009年6月13日のその日、ヘルニアで試合ができる状態ではありませんでした。鉄人と呼ばれた小橋健太もこの時は無敵の絶対王者ではありませんでした。2008年9月頃から腕や肘の負傷で欠場と復帰を繰り返している状況だったのです。三沢社長の後は田上明がノアの社長に就任しました。全日本四天王の一人で創設メンバーとして最初からノアを支えてきた田上はもちろん社長の資格があると思います。しかし当時のノアはみんなで一丸となって後悔を続けようという団結力はありませんでした。相談役に押された桃田光雄は人事に納得がいかないという理由でノアを辞めてしまいました。今までも内紛はありましたが、それが一気に表に出てしまった形です。田上社長に三沢社長のような人望を求める方が酷な話ですが、もはや船出をした頃のノアではありません。当時を振り返り田上明は語っています。三沢先代社長は素晴らしいレスラーであり人間も大きかったんだけど、人間修行になった。正直大変だったよ。多くを語らず本音を胸にしまうようなコメントですが、大変だったの一語に尽きるでしょう。沈みかけた船を救ったのは、2021年3月に行われたインタビューで丸藤直道が2009年当時のことを赤裸々に語っています。三沢さんが亡くなった後はずっと大変でした。お客さんの数も選手の数も減って、地方に行ったら数席しか椅子が並んでなくて、それでもお客さんがまばらでしたから、この頃は想像以上の暗黒時代だったようです。丸藤はノアを残すためにいろんなことをやりましたけど、その度にこんなのノアじゃない、三沢さんはこんなことしないという言葉をたくさん浴びせられて、それはなかなか答えましたけど、とにかく残すために必死にやってきました。ファンからの批判の言葉は本当に辛いと思います。丸藤にはしっかり世代交代していればという後悔がありました。世代交代ができなかったので、結局三沢光晴が常に先頭を切って走るしかなかったのです。
社長業と試合でろくに練習する時間もなく、無理に無理を重ねさせてしまいました。全日本プロレスを例に挙げると、80年代は鶴竜とともに強豪外国人レスラーがいて、90年代には四天王がいたので、馬場は一歩引いた立場でいられたのです。しかし丸藤は言いました。三沢さんは常日頃からたらればというものはないと言っていたので、後ろを振り返らずにやってきたんです。丸藤ほどの人気と実力があれば、どこの団体でも歓迎されたでしょう。三沢さんが亡くなった後、何か目に見えないバトンを受け取った気がしたんですよね。ノアの丸藤以外を名乗るって想像つかないですね。丸藤はフリーになる気は全くなく、ずっとノア一筋です。武藤圭司はそんな丸藤を惨憺しました。三沢社長が亡くなり、小橋が引退して、いろんな選手が離脱した後もノアらしさがなくならなかったのは丸藤が残ったからだよ。天才武藤は励ましの天才でもあるのです。すげえ苦しい時期なんか、そこに丸藤がいなかったらノアをずっと応援してきた人も離れただろうし、そこで踏ん切れていたよ。だから俺は丸藤のノアと言っても過言じゃないと思うよ。2021年2月15日にプロレスリングノアに入団した武藤は、その時の心情を語っています。三沢社長が作ったノアをもう一度人気団体にして盛り上げることが俺の恩返しであり使命なんだよ。ライバルであり盟友であり心の恋人でもある三沢光晴は、武藤にとって絶対に忘れられないプロレスラーです。武藤がノアのリングに上がることにより、新日本プロレスファン、全日本プロレスファンをはじめ、今までノアに関心を向けていなかったファンが一気に注目するようになりました。 GHC ヘビー級王者の塩崎豪に58歳の武藤が挑戦を表明した時、これは話題作りで、多くのファンは塩崎が防衛すると思ったのではないでしょうか。2021年2月12日、日本武道館で行われた GHC ヘビー級選手権試合は見事な好勝負でした。白熱した熱闘にファンは魅了されましたが、やはり最後は塩崎が剛腕ラリアットで仕留めると思った次の瞬間、武藤が飛んでカウンターのフランケンシュタイナーを決め、まさかのカウント3。史上最年長58歳の GHC ヘビー級王者が誕生し、たちまち武藤に光が当たります。プロレス界も勝てば官軍、負ければ俗軍で、結果が全ての勝負の世界。日本マット界で注目の的になった武藤は、週刊プロレスでも自身のプロレス感を喋りまくりました。ノアを盛り上げた武藤の功績は大きかったと言えるでしょう。武藤はノアについて別の角度から語っています。俺はこれまで全日本がレッスルワンで経営側に立ったこともあるけど、その時に欲しかったツールが今のノアには揃っている。アベマのようなスマホ一つあればどこでも見られるツールがあったり、海外に映像を流すような術も持っている。全日本プロレスの社長になった武藤は、なんとか地上波放送を勝ち取ろうとあちこち動き回ったのですが、結局ダメだったという苦い経験があります。だからこそレスラーが資金繰りや経営のことを気にせずに、試合と練習だけに専念できることがどれだけ素晴らしい環境か身に染みてわかるのでしょう。武藤がノアに来る前、沈みかけていたノアの箱舟を救った一人が武田成弘社長です。2019年1月29日、広告代理店リデッドエンターテインメント株式会社がノアグローバルエンターテインメント株式会社の株式 75% を取得。ノアはリデッドエンターテインメント株式会社の子会社になりました。リデッドエンターテインメントの武田社長は元新日本プロレスの執行役員です。武田社長はノアの立て直しに取り組みましたが、まず掲げたのは脱三沢でした。新日本プロレスが脱猪木を掲げたように、沈みかけた船を復活させるには脱三沢が必要だと思ったのでしょうか。
三沢光晴の魂の継承は別問題で、決してそれを否定しているわけではなく、経営は厳しく現実を直視しなければなりません。武田社長は時代の最先端を行くプロレス団体を目指し、新規の客層を開拓します。賛否ありましたが、団体のロゴを新しいデザインにして三沢カラーであるエメラルドグリーンのマットを白に変えました。さらに SNS 戦略などマーケティングに力を入れます。ネット情報ビジネスのプロをスタッフに加え、細部にわたって分析を重ね、情報発信の成果が出てきました。こういう細かい戦略はなかなかレスラーには思い浮かばない部分でしょう。ただ集客をしても肝心の試合がつまらなければ二度と来ません。やはり一番大事なのは試合内容で、最後の砦はレスラーなのです。高い入場料を払って来場したのに面白い試合がなければ次はありません。武藤は試合内容について厳しく注文をつけています。やっぱりプロレスは格闘芸術だから、基本的な格闘技術は必要不可欠。腕の取り方も知らねえやつが戦いをどう表現するんだって、お客さんを感情移入させられねえよ。武藤が新人の頃はコーナーポスト最上段からのミサイルキックなど派手な技は許されなかったのです。新人同士の第一試合は道場での実戦スパーリングのように、ヘッドロックやアームロックなどグラウンドレスリングで試合を形成しました。グラウンドだから地味で退屈というわけではなく、新人らしいスピーディーなバックの取り合いやリストの取り合いには拍手が湧きます。令和プロレスは生からどうではなく、最初からどうばかりというのが主流のようです。だからこそ武藤のように序盤はじっくりグラウンドレスリングをして徐々に盛り上がり、最後は大技合戦というファイトスタイルは新鮮に映るのかもしれません。武藤は試合のことをよく作品と呼びます。塩崎豪 vs 武藤圭司の GHC ヘビー級選手権試合は見事な傑作でした。武藤は桜庭の存在は大きいと言います。桜庭和志が高度な技術の持ち主だということは誰もが知っています。武藤の話だと、清宮海斗などノアの若手が桜庭に技を教えてもらっているようなので、これは良い傾向でしょう。剣王も船木正勝から関節技を指導されていました。武藤はこれからいいプロレスをやっていけるようになると思うよと喜んでいます。2020年1月29日、株式会社サイバーエージェントがノアの株式を取得しました。ノアはサイバーエージェントの連結子会社になります。そして同じサイバーエージェント傘下の DDT プロレスリング代表取締役社長の高木三四郎が新社長になり、丸藤直道が副社長につき、武田前社長は執行役員に就任しました。もう昔のように経営難に困ることなく、潤沢な軍資金でいろいろなことができます。しかし丸藤は勝って兜の尾を締めようとばかり本音を語りました。三沢さんの時代は毎シリーズ日本武道館を満員にしてきた。今のノアはもう一度プロレスファンの支持を得るためのスタート地点にようやく立ったところ。現在のプロレスリングノア、令和でも日本のメジャー団体ナンバーワンは新日本プロレスですが、プロレスリングノアも新日本に負けないメジャー団体になっています。新日本もノアも暗黒時代を乗り越えたという共通点があります。昭和の大ブームの頃は集客に悩むことはなかったかもしれませんが、プロレス自体がマイナースポーツになってしまった今、どこの団体も苦労が絶えないでしょう。東京ドームを満員にできるのだからマイナーとは言えないという意見もありますが、プロレスに限らず格闘技全般に冷たい風が吹いているのが令和という時代です。 K1 やプライドで多くのファンが大熱狂した時代は幻だったのかと思うほど、総合格闘技人気は低迷し、ボクシングも地上波放送をしなくなりました。日本人は格闘技を求めていないのでしょうか。
このような厳しい時代でプロレスが再び大ブームを巻き起こすとしたら、その鍵はやはりプロレスラーが握っていると言えるでしょう。令和6年現在のノアは、清宮海斗と拳王がノアに革命を起こすと宣言し、プロレス界のトップに行くと燃えています。2024年5月22日、後楽園ホールでノア対新日本の対抗戦が行われました。石井智弘が正木民也を下し、内藤哲也と高木慎吾がジェイクリーと忠介を撃破。そして最後の砦の拳王が鈴木みもると一騎打ちを行いました。2015年、ノアは鈴木軍に荒らされました。もう二度と外敵にノアが制圧されるような悪夢を繰り返してはならないのです。拳王は鈴木みのるの反則攻撃と関節技に苦戦しましたが、キック攻撃で反撃し、最後はプロフェッショナルフットスタンプを連打して拳王が完勝。ノアの牙城を守りました。試合後、鈴木は、拳王よ、そしてノアよ、これで終わりだと思うんじゃねえぞてめえら、また来るぞ、とコメント。ノア対新日本の構想はこれからも続きます。他団体との交流戦は諸刃の剣で、集客にはプラスですが、ノアが全滅するようなことがあればファンは失望してしまうでしょう。新日本プロレスの選手層は厚いですが、ノアも負けていません。ノアには清宮海斗と拳王の他に50代のレジェンド軍団も控えています。桜庭和志、船木正勝、藤田和幸、剣道家臣、この顔ぶれが表に出てきたら、強気の新日本トップレスラーたちもやや躊躇するのではないでしょうか。武藤圭司が現役の頃、50代のレジェンド軍団が若手から次々ベルトを強奪する事態になり、拳王がノアに未来はないと嘆いた時期がありましたが、丸藤の分析は鋭いものがありました。ベテラン選手たちがなぜ未だに支持を得ているかといえば、やはり生き様の部分。三沢さんと同じようにプロレスに対する覚悟を感じるからですよ。だから若い奴らが本当に覚悟と生き様を見せないと。覚悟と生き様を感じると語る言葉に重みが出てきます。今は強すぎる50代レジェンド軍団に若手が打ち勝ち、令和6年5月現在は27歳の清宮海斗が GHC ヘビー級チャンピオンです。日本のトップレスラーは40歳前後が多い中で、27歳という若さに未来の可能性を感じるファンは多いのではないでしょうか。清宮海斗は技も多彩で、空中殺法もできるし、岡田和親にセメントを仕掛ける根性もあります。今は未完成の荒々しさで躍進中ですが、5年後にどれくらい強くなっているか楽しみだし、もう一度プロレスを爆発させる立役者になってほしいと期待します。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。皆さんのご意見、ご感想や知っているエピソードがあれば、ぜひコメントをしてください。今後もプロレスの投稿をしてまいりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。